濃いめのラガーマン。いやもう本当これおすすめです。ケルチケです。今回は久々に自動販売機飲みをさせていただこうと思います。俺どの辺やったかな、結構ね道迷うんですよ。何回もね行くんですがね、こっち左やったかな、右やったかな、どこやったかな。いやある程度ぐる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 探しながら歩くんですが、もうどうしようもないって言った時はもうこの時はもうこのスマホを使ってですね、場所に誘導してもらうという、まあ、この流れになります。いやでもこの地図めちゃめちゃ便利ですね。今どれに似ているかと一目で分かるじゃないですか。うん、いやもうスマホ様様で、あとでやっぱりなんかこうネットを使いすぎてしまうので、キャリアがある20ギガってことも一緒に使い切ってしまうんですよ。なのでもう私はもう常に Wi-Fi を借りております。もう激安 Wi-Fi でね、毎回この地図とか YouTube とか見てですね、楽しい時間を送っております。80円からでもなんか何売ってるかわからないとか、もう今も販売中止ということですね。いやもったいない。ここは50円からってまっぱれですよね。10円とかっていうところもあるらしいですね。それもう儲かってんのって思いますよね。もう間もなくかな、ここ左曲がって確かあったと思います。あここここここや、ここは私の飲み場になります。つまみはまあこんな感じですが、さっきアルコールからいただきましょうかね。まずはじめは金麦いこうかな。金麦、濃いめのラガー。あとつまみの方ですが、やっぱりベビーチーズいるでしょう。ベビーチーズ、すごいアイスクリームも販売してるんですね。ではいただきます。かっぽい。ああ最高、ベビーチーズ。うん、私普段動画見ながら飲むというのが習慣になっておりまして、ちょっとスマホ2台持ち、まあ、これはちょっと LINE とか、まあ、そういうキャリアの SIM が入ってます。でこれは SIM 入ってないんですよね。本当に Wi-Fi 使うだけというかね、 Wi-Fi で映像を見たりとかいうのはまあこれでやっております。なんか自分の動画を見ながら飲んでる姿を見て飲むって結構変態というか、よく妻に言われるんですけどね、ぐっと飲んでる姿を、まあ、見ながらね飲むっていう、まあ、そっちの方が強いかなと思うんですよね。あ今ちょっと LINE 来ました。ん？帰り何時ですかと、帰りはだいたい8時ぐらいになりますと。いやこれはねついこの間 の出した動画ですけども、岸和田のフェスティバルで飲みました。よかったら下の概要欄にリンク貼っております。いや最高のイベントでしたね。うん、妻から OK と、まあ、8時ぐらいと、晩ご飯いりますかとか、まあ、そういうことを結構聞かれるというか、晩ご飯はいりますと。今一旦停止して、次日本酒をいただきましょうかね。日本酒おすごいよね。もうこの柚子、梅酒もそうだけど柚子酒これ本当美味しいんですよ。柚子酒130円、ちょっと贅沢にチーズアーモンドいただこうかな。早いかな、掘りました。
刻むと。おお、200円、これに価値あるね。柚子酒、勝った。いただきます。うん、おいしい。これ IPA のビール、岸和田の IPA ビール、うまそうに飲んでるな。このように動画を見ながら、うん、なんか飲み食べするっていう、ま、それができる環境ですよ、環境で。こういう場で飲むというのも、もう、ま、20分もいてないです。もう15分とかそれぐらいでさらっと飲んで、まあ、次のはしご酒の次の店行くっていう、うん、まあ、そういうスタンスで利用させてもらうんですが、やっぱり動画見すぎて長居は禁物、まあ、それはそうです。いや本当に最近ギガが足りないというか、キャリアでギガいっぱいってなったらもう料金ものすごくかかるじゃないですか。あとSIMフリーとかじゃなくて、スマホのこう端末だけ、これも端末だけなんで、それを有効利用しようと思ったらポケット Wi-Fi があったら本当に便利なんですよね。でそのポケット Wi-Fi の中でどれがいいのかって5社ぐらいいろいろ乗り換えたんですかね。その中で今一番ね、もうおすすめなものが、まあ、こちらのルーターになるんですよね。ストック Wi-Fi です、こちら。これがねコスパ安くて最高です。その理由は、その前にやっぱり、柚子酒うまっ。いやもうチーズアーモンド柚子酒めっちゃうまっ。ちょうどねマリアージュじゃないですね、やっぱちょうどいいペアリングですよね。もう同調し合ってるわ。口で含みながら柚子酒を飲むと。柚子酒を飲んだ後、最後に私が一番大好きなお酒を飲みます。それまでご視聴よろしくお願いします。このポケット Wi-Fi、 ストック Wi-Fi は何がいいかと申しますと、こういうモバイル Wi-Fi って言ったら毎月費用かかるんですよ。ストック Wi-Fi 費用かからないんですね。これすごくないですか。月額料金が不要と、使いたい分だけチャージするっていう、毎月結構使う時と使わぬ時ってあるじゃないですか。だったらそのチャージ分合わせながら、やらあなたの用途に応じてチャージすると。そのチャージもね高くないんです。だから私はストック Wi-Fi に行き着きました。で契約するときに身分証明書もいらないんですよ。ちょろっと申し込めるわけですよね。あともっとすごいのは縛りないんですよ。だいたい1年縛り2年縛りってあるじゃないですか。それ一切ない。儲かってんのストック Wi-Fi って思うぐらいコスパいい。でもうこのモバイルルーター、これ返却しなくていいんですよ。これもすごくないですか。いやもうそんなん言ってたらちょっと飲みたくなりました。はい、こちらがこのモバイルルーターの連携したアプリになります。で今どれぐらい使ったのかっていうのをすぐ分かります。ストック Wi-Fi 100ギガ私はねチャージしたんですが、その中でもなくなったらこのようにこうすぐチャージできるわけですよね。20ギガの場合は2880円、私はキャリアで20ギガを毎月結構に1万円近く払ってるっていうか、1万円超えると思うんですよね。なんか20ギガで、これやったらもう2880円で済むというかね。で大きな多いほどお得です。100ギガバイトの場合は6480円、まあこれ押して、でそこですぐこれ購入するってなったら 100GB 使えるということです。皆さんにこうシェアできますし、私だけでも使えるというね、それが期間限定じゃなくてずっと使えるというストック Wi-Fi、 すごいでしょ、気になったでしょ、まあ、詳しい情報はこの下の概要欄にリンク貼っておりますので、そこでクリックしていただきまして、詳細見ていただけたと思います。最後にちょっとなんか飲もうかなと。私はねもう最後飲むのは決まってるわけなんですよ。私最後飲むのはこの日本酒ですね。これ値段的にんと思うものは、この大関のワンカップが240円じゃないですか。でこちら大関ワンカップの淡麗辛口が170円、こっちの方がなんかもうちょっと量多そうに見えるんですが、なんでだろうってちょっと思ったりもします。いやいろいろどうしようかな、ワン
日本酒は飲みたいんですよ。でも大体ねワンカップ多いので大関の飲もう飲もうでいこうかな。大関これもね冷やされます。冷やですね。飲もう飲もう。今あの山木のホルモン3時間耐久という動画あります。3時間ホルモンひたすらずっと流れておりますすごくないですか。本当これおすすめです。これ下の概要欄にリンク貼っております。いきます。あー冷たくて美味しい。私あの結構ね1軒あたり本当に20分以内にすぐ出るんですよ。さらっと飲んでさらっと帰るっていう感じです。その中で私はこの動画を見るとこのスピーディーに飲めるっていうか、うん、なんかテンション上がりながら飲めるっていうね。やはりこうなんか一つここで動画を見ながら長居をするっていうのはしてなくてですね、まあ、それは良くないと思っております。なので居酒屋とか、まあ、そういう飲みスペースっていうのはさらっと出るっていう、まあ、そんなスタンスでいております。やっぱり外でちょろっとね使う場合とかあとは地図でねずーっとね使ってたら意外とね通信のギガ使うんですよね。近々ね私この下道で東京行くんですよ。その時の地図ずっと大阪から下道で東京まで行く地図で通信料使うんですよ。 なのでこういう Wi-Fi 便利です。まあ、この様子はまた別の動画でアップさせていただきますしこの後ちょろっとですがその様子を皆様にお届けできるかと思います。チーズアーモンド200円でこんだけ量が入ってて美味しいつまみ他ないと思いますよ。だからチーズとアーモンドとこの香ばしいせんべいが本当に合うわけですよね。ごちそうさまでした。いや美味しくいただきましたね。ただいま大阪から東京まで車で下道で行ってます。あと残りどれぐらいだろう、あと5時間かかるんかな今ちょうど静岡あたりもうこのナビ最高なんだけどやっぱりこうデータ通信にかかるんでやっぱりこの辺あたりはこのモバイルルーターを使えるっていうこのメリットストックワイファイが使えるっていうのはかなりいいと思います。でこれ自体ねスマホの契約してなくて家で使ってないスマホをナビ代わりとして使ってるんでその場合もやっぱりこういうストック Wi-Fi とかこういうモバイルルーターを使って活用できるっていう、まあ、こういう使い方とてもいいんではないでしょうか。大切に思う気持ちをどう伝えればいいかわからないなのままでも未来は平気でしょうか。後悔はないですか。嘘はありませんかと聞けたらどんな未来だったでしょうか。